いや、こうでもなんか、俺ね、なんか思うんやけど、これは疑惑ない。疑惑であって確証はないんやけど、これね、俺の中で社長、便座の使い方分かってない説あって。なのか、うんちの仕方分かってない説。どっちかあるんよ。これなんでかっていうと、これちょっと前ね、なんかタイにおったっちゃけど、なんかタイで、で、なんか社長泊まると住んどったよね。で、一人一個トイレついとって、おのおののトイレを使っとったっちゃ。社長のトイレが一番玄関から近かったわけよね。しっこ漏れそうやったっけん、ああ、社長のトイレ使おうと思って、バー入ったら、便座の前に、小指の第一関節ぐらいのうんちが落ちとった、ポロって。うんち落ちてるやんってなって。うちの猫じゃないっちゃけん。仮にね、ちょっと間に合わんかったとしても、終わったら片せばいいや。うちの猫や。うんち、ちょっと外に出したまま放置しとうのって。うちの猫はさ、仕方ない。俺が片す。俺が買っとうけん。人や。彼は、片付ければいいよ。別に、うんち、ちょっと、なんか間に合わんかったやろなと思ったんやけど、それ、気づくし、気づく体勢やし。小指の第一関節ぐらいのうんちが、便器の前に落ちとったら、気づくやん。片すやん、普通に。なんで片さんのやろ、この人と思って。で、社長に、うんちぐらい片してくださいよって言ったっちゃん。したら、あいつなんて言ったと思う？俺じゃないって言ったっちゃん。嘘やん。嘘ついてるやん。お前しかおらんのよ。そのトイレお前しか使ってないけん。おかしいやろ？お前のトイレ。お前だけが使ったトイレで、お前しかうんちしてないとこで、お前以外なわけないやん。そんなわけない。俺じゃないわけないやん。お前ないやん。おかしい。なんで知らばっくれてんねんと思って。いや、本当に記憶がないっちゃう。なんか酔っ払ったりしたら、彼本当に心当たりとかもないやん。俺の中で、社長、トイレで、正しくうんちできない説を押しとおっちゃうね。疑ってる。俺はずっと疑っとる。漏れそうな他の人はおらんよ。だって俺泊まると社長しかいないんだから。まあでも、まあ確かに酔っ払って社長うんち漏らしとくこともあるし、社長のトイトレ動画やばいやろ。うわ、出してくれんから、俺のトイトレルーティーン。YouTuber みたいでよくね。